国鉄165系電車秩父鉄道3000系電車秩父鉄道3000系電車はかつて秩父鉄道に在籍していた急行列車用の電車である秩父鉄道では急行用車両として自社発注の300系を使用してきたが車両自体の老朽化が激しい上に冷房化ができないため乗客サービス上で難点を抱えていた そのため3 0 0系の地下絵を計画した結果、1992年に東日本旅客鉄道新前橋電車区所属の1 6 5系急行系電車3両編成3本を購入の上、自社で改造したのが本系列である。外装は青い空、白い雲、清流をテーマにクラシックホワイトをベースにスカイブルーのラインと窓枠。 正面にはブラックをペイントした。内装はクリームホワイトを基調に白い天井や側板にグレーと床に霜降りグレーを配置し一体化したグローブ付き蛍光灯を設置しイメージアップを図り座席は艶消し黒の脚台とブルーグレーの生地でモノトーン色を多く使いシンプルで落ち着いたものとした。導入に際して日本伝装により 以下の出張改造が施行された。本形式は300系の後継車両として主に秩父本線の急行、秩父路で運用された。また時期により、以下の急行列車として運転された例がある。急行、芝桜号2006年5月6日広瀬野町の森、大松生これらの多くは、定期、秩父路の愛称名変更によるものだが、 専用のヘッドマークを愛称表示版差しに掲出して運転された。2006年11月18日から掲出された、愛称版2006年11月25日、熊谷客室座席2003年に行われた安全性緊急評価における現車調査において、車両の老朽化について指摘され、特に主回路の配線の経年による劣化が著しく、 延命を図るには大規模な更新工事の必要があった。このため将来を見据えた中で、今後の車両機器の修繕や補修部品の調達などを考慮し検討した結果、6000系3編成を本系列の代替車両として導入することを決定した。2006年3月15日より本系列から6000系への置き換えが始まり、3 0 2 3 0 0 3 編成が廃車となった。廃車後は2編成とも、広瀬川ら車両基地の無河線地帯へ留置され、解体されたが、3003編成の出波3003は、車体を半分に切断した上で、八甲線、竹沢駅付近の国道254号沿いで、ラーメン店として利用された。ラーメン店の廃業後も車体は、しばらくの間放置されていたが、 道路の拡幅工事に伴い解体撤去された。最後まで残存した3001編成は2006年11月17日で、秩父寺エクスプレスの愛称表示を終了。翌18日からは2種類のデザイン各2色、計4パターンのファイナルラン愛称版を掲出して運用され、25日の臨時列車、さよなら3000警護及びイベントをもって、 運用を終了した。その後も、同年11月末までは、波動用として残存していたが、翌く2007年1月に広瀬川原で解体された。これにより三編成すべてが廃車となった。2019年現在、番号不明の先頭車が切断された状態で、横瀬町の林道焼山線沿いにある採石場の資材置き場に放置されている。ありがとうございます。